おお、すげえ。すげえな。おお、食った。ダウス吸いまくったぞ。おお、バレっかな。開始数頭で釣れた。おお、元気元気。取れっかな。おお、元気。すげえな。あー、バレた。釣れがかりっぽかったな。でも今横っ腹に。おお、食った。すげえ。いやー、畑さんの動画見てる。止めたらバーンって下から食ってくんね。ちょん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 。さぞー、取れっかな。今度はエラー洗い、すげえ。ちょっと確実に取っとこう。おいはい、ダウズスイマー速攻釣れましたよ。結構ね、引く、元気な。サイズは小さいけどね、秋のこの時期のスズキはよく引くんだよね。ボコボコって感じですね。じゃあさらに狙ってきます。はい、ダウズスイマーと東京湾のスズキくんです。はい、初ダウズスイマーフィッシュいただきましたよ。いやーね、これね、使ってみて、でどんな感じかな、動きでも見てみようかな、朝一だしなんて思って投げてみたところ、もうね、すごい反応がいいんですよね。こう S 字軌道を描かせるわけなんですけども、そうするとね、なんかダンとかね、ゴンとかね、なんかね、すごいね、魚が触ってんなみたいな感じがあって、いや、これすごいぞと思って、手元でねアクション見ようとしたら、まあそれにもね翻って食いついてきたりして、これは何やらすげえルアーだぞなーって思ってですね、でアクションをね、あの動画とかで、見た、こうただの S 字だけじゃなくて上方向のね竿をピンピンって上げるようなね、さばきに変えたら、これがね S 字軌道を描いているんですけど、そっからこう翻りながらね
こうグイーンってね上の方で水面に波紋出るんじゃないかなみたいなね、そういう 3D な感じのアクションが、簡単に出せるんですよね。かといってこのヒレがねいっぱいついてますけど、こういうヒレがあるからなのか、そんなにねラインもね絡まんないんですよね。だから綺麗に翻りアクションが出せるなっていうのをねすごい感じて、でそんなあいい動きだななんて見ていたらゴーンってね、あちょっとねいいサイズのスズキが躊躇なく食いついてくれたっていうことで、ちょっとね出しどころ少しねあのジョイクロ178とかと比べてもこれはね220っていうことで少しだけねサイズが大きいので、イメージとしてはあのジョインテッドクローマグナムとかそういったサイズを使うつもりでね取り組んでみようかなと思ったんですけども、体感としてはねほんとねサイズを感じさせないっていうか魚の反応がねめちゃくちゃいいので、まあなんていうかなあのジョイクロマグナムとかはもうちょっとね小さいサイズが反応せずに大きいサイズ狙い撃つぞっていうここぞっていうね時に投げたりするんですけども、これはねその狙ってるサイズより小さいやつからねもう全部騙しちゃうから、そういった意味ではねものすごい食いのいいルアーだな。体感としては、そうですねジョイクロの178とかを投げてると同じようなね追いとか食いとかがあるななんていう風に、感じましたよ。でねあのこのピンクバックのねあの海用のからね最近出たやつ、この白系ので派手なね背中のこの色がねまたね遠くにあってもねどこにいるかビシッとね結構ね水面直下気味のところを泳いでくれるので、このカラーリングだとねほんとね遠目にあってもああそこにいるなーなんていう風にね確認できるんですよね。でおーいい動きだないい動きだななんて見ていたら、下からこうギランギランってねこうなんか追っかけてくる、おー追ってる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 、え食いそう食いそう、あ食ったーみたいなねそういう感じがね楽しめるルアーなんだなっていうのが、ね初めて使ってみて分かりました。この日はねあのこの他にもね何匹かいいやつが釣ることができたので、そっちの方のね、編集も急いでやっていきたいななんていう風に思ってるんですけど、まずはね初ダウズスイマーフィッシュ釣れたぞっていうことでね、で最初ね、初めての一投目からもう非常にね追いかけが良くて、であの魚も渋よく一匹目釣れたよっていうことで、動画にまとめてみました。またねあのこんな使い方とかねすごい効くよとかね、針ねこれ今まだね純正の針つけてるんですけども、こんな針に変えたらこんな動きになるよとか何かねマニアックな情報があったらですね、コメント欄などで教えていただければと思います。またねダウズスイマーフィッシュ釣れてよかったねって人はねぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。というわけで本日の釣りこう TV はこちら、ジャッカルのですねダウズスイマーの220、これのですねこの城からこれを投げてみたら、いい感じのシーバスが釣れてって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。